グランドネシアのレストランモールに来てます。日本食のお店が多いとこなんで一周しようと思います。その後無印とお土産ショップに行く予定。ペッパーランチと吉野家。よくわからない店と、野菜を食べろという看板が見える。で、キンタンです。焼肉かな。肉が意外とクソでっかいショッピングモールなんで、行くとこ決めていかないと迷っちゃう。しゃぶり、これがしゃぶしゃぶの店。録画時間があと1時間しかないので短めの動画にします。タピオカはないかな。ここにココイチ、大阪王将とココイチとハーゲンダッツ。丸亀製麺、丸亀うどん、うどん推しですね。あ、セカンドフロアこんな感じ。これは結構苦情かな。さて下に行きましょう。今日おもちゃ屋取ったのにね、残念よ。系のお店が並んで、無印良品がここにあって、で右に民芸品ですね。今回行きたかったお土産。まあ無印は別に来たくもないんだけど、とりあえず来ちゃった感じかな。ああ、マックだね、欲しい。あの値段付け替えちゃった。これもなんか世界共通のラベル表示とかあったのにシールに変わってしまっているね。おお、これスケスケなんだ。で、これか。これめっちゃ旅行に便利。洗面用具を入れてくるのに便利ですね。で、歯ブラシと歯磨き粉とか洗顔とか持ってきた方がいいですね。こっちで買うとなんかでかいし荒々しいし。まあ日本と変わんないんで無印はいいや。
ここが民芸品だけど、すげえ入りにくい雰囲気。おお、何これ、こういう模様なのね。現地の民芸品とかですかね。シューズ。人間品っぽい。バリっぽいですね。しょ、民族衣装があるけど、やばい、メンズだと刺さるものがないね。箸がある。へえ。安いね。12万5000ルピアなんで、1000円ぐらいのはず。安い。チョップスティックこっちにもあるのかしらね。おお、木彫り。Thank you.